サウンドチェックも終わって、みんなの楽器の準備も終わった。この後開場して、お客さんを入れて。もうすぐだ。私たちの初めてのワンマンライブ。いえ、客入りの前に会場を見ておきたかったんです。ここでワンマンするんだって、改めて意識したくて。ありがとうございます。でも、リハの出音もいい感じでしたから、特に気になるところはなかったです。いえ、ホナミですよ。今回、そういうのは大体ホナミが引き受けてくれて。そうですね。皆さん、よろしくお願いします。お客さんがどんどん入ってくる。チケットの売れ行き的に心配はしてなかったけど、それでもやっぱり安心するな。来てくれたんですね。ありがとうございます。はい、最高のライブにしてみせます。いい感じに賑わってるね。あ、いおりさん。いおりさんも来てくれたんですね。まあね、お互いいろいろあったし。けど、なんていうか、あっという間だったな。私が日の森さんを口説こうとしたのなんて、ついこの間のことみたいなのに、もうワンマンだなんて。そうですね。正直、自分でもびっくりしてます。でも、いちかたちがそれだけの努力と覚悟をしてくれたっていうことだと私は思ってます。君たち、本当にいいバンドになったよ。あとはしっかり結果を出すだけだね。はい、今の私たちなら期待に十分応えられると思います。楽しみにしてる。じゃ、また。みんなが私たちのライブを楽しみにしてくれてる。普通、こういう時ってプレッシャーとか感じたりするのかもしれないけど、早くやりたい。みんなの期待や予想を上回るくらいの最高のライブをみんなに届けたい。今の私たちなら、きっと。うん、絶対にやれる。さあ、楽しもう。